皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今回はですね、折りたたみの自転車にね、特有な問題、折りたたみペダルの強度問題ですねに関して、軽くお話をしてみたいなというふうに思います。とね、意外な活用方法というか、切り口を変えるとこんなこともできますよということもちょっとお話ししてみたいと思います。基本的にですね、折りたたみの自転車っていうのはですね、折りたたむ構造である以上はこれでもそうですよね、折りたたむ構造である以上は、フレームの強度が出しにくい。で、同じことは折りたたみのペダルにも言えます。これはちょっとうちの方で持ってるやつなんですけど、こういう風に動きますから、まあこの辺りの部分がどうしてもこうね、構造が複雑な分だけ力が、こう耐えにくい。で、折りたたみのペダルを使うことによって何が起きるかというと、こう踏みますよね。踏むときにどうしてもこの踏み面がこうグニグニ力が逃げてしまうので、踏み込んだときのね、その動力が推進力に変換されにくいというような特徴がありまして、これはもう構造上仕方がないということではあるんですけども、で、そのね、強度が出にくいということはどういうことですかというと、こう破損の原因になりますということです。最近、ダホンのね、折りたたみ車販売してますと、このね、踏み方によっては壊れることがありますから、用心してくださいというふうな、ことが書いてあります。で、具体的にどういう踏み方ですかというと、シャフトがですね、ここからここまで来てます。で、ここから先はシャフトが来てませんので、ここにこう力がかかってしまうと、テコの原理でこの辺が破損するんですよということです。ということは、ここではなくて足をで踏み位置をですね、よりこうではなくてよ、こうですね、内股気味に踏んでくださいねというようなことが書いてあります。で、その辺のですね、折りたたみのペダルのね、構造上の問題なので、それをこうどういうふうに、解決しますかというようなペダルを次にご紹介しましょう。でも今更ね、そんなの説明されんでもええわいなという人多いと思いますけども、これです。ここですね、ここにクランクが来るというふうに考えてもらうと、こうシャフト引っ込んで、ここで外れます。要はペダルがこんな感じです、ポンと。外れますよというものです。で、こういう風にすることによって、折りたたむ部分というのがなくなりますから、強度がちゃんと出た。まんまで、で、出っ張りも少ない。で、ペダルの脱着もしやすい。ということで、最近こういうペダルに変えたいという人が多くなってまいりまして。で、よりね、踏み応えとかね、その辺を追求したい場合はこうするべき。なんですが、外した後ですね、ペダルを、どこ置いたかわからなくなっちゃったとかいうこともあり得ますので、そこはまあ用心しましょうということです。僕はちょっとね、そういう風なことで結構抜けてますから、ちょっと車体から外すのが恐ろしくて、これはあまり使ってませんけども、これ自転、なんていうんですかね、ペダルとしての合理性というか、それを考えたときには、これに勝るね、小さくなるペダルはありませんので、ご記憶いただいていいと思います。で、こういうような、ね、ペダルのね、特性がありつつ、お前はどうしてんだという話になった時に、実は私は折りたたみのペダルを愛用しております。で、その心はですね、先ほども申しましたけども、このペダルはですね、このペダルでよりよくこう踏み込む力をクランクとかね、チェーンに伝えようとするとですね、こっち側を中心に踏みましょうという意識づけができるということです。ちょっと足でね、ちょっと足出すのが美しくないので、手でやりますけども、要は母子球ですね。この辺です。この辺にこう内股気味に力を入れましょうというような、踏み方をすることになってまいります。ということはどういうことかというと、いわゆる桃の内転筋とかですね、そういった筋肉を、意識して使うようになります。ということは、こういう力の抜けやすいペダル、力の抜けやすいペダルでいかに力を伝えるかというようなことを考えながら、自転車に乗るようになってきますと、実はペダリングの強制ですね、ペダリングの練習にもなるんじゃないかなというふうに私は考えまして、買う金がないからっていうのもあるんですけど、そういうような意識でこのペダルを使わせていただいております。で、これでだんだん慣れてくるとね、なんか自分が一皮むけたような、まあ、気がしてるだけっちゃ気がしてるだけなんですけども、そういうようなことも起こりうると思いながらですね、この畳めるペダルを使ってみていただくと、ひょっとするとなんか気がつくことがあるかもしれません。
あくまでかもしれませんなので、責任取れって言われても困っちゃうんですけども、そういうようなことを考えつつ、自転車に乗ってみるとすごい楽しいかもしれませんね。